チャッキー王子の大怪獣映画館、ゴジラファイナルウォーズです。えー、見てない方、これから見る方はブラウザーバックをお願いいたします。はい、改めましてチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。えー、っと、今日はですね、僕がゴジラ映画史上一番綺麗なゴジラ映画を紹介したいと思います。はい、えー、ゴジラファイナルウォーズですね。 はい。あずみなどの、バーサスなどの監督、北村隆平監督が撮った、えミレニアムシリーズ最後の作品でえ、打ち止めという感じで出した作品なんですけども、あらすじは西暦 2020X 年、えー、っと、まあ、お互いを戦争ということをやめて、怪獣との対決を、 を目的とした地球防衛軍が、えー、設立されまして、各地でミュータントが見つかり、それを M 機関と呼んで、えー、訓練させ怪獣と戦わせている時代、ゴジラは南極で眠りについている状態ですね。そこに現れた X 星人、X 星人の真の狙いはっていう話なんですけども、これがひどいなぁ。 ダシャーメってもんじゃない。まず怪獣の造形が悪すぎる。うん。あのー、まあ、やろうとして試みわかるんですよ。東方怪獣映画大集合という形でね。だけどね、あのー、それぞれにね、ファンがいるわけですよ。例えば、妖精コラス一つにとってとしても、対策ですし、あのー、 シミュレーションで行政ゴラスを出すっていうのも変な話ですし、あれだけゴジラを痛めつけたヘドラが瞬殺されるし、エビラーだって結構ゴジラを苦しめたのに瞬殺されますよね。アンギラスの造形なんかアルマジローまんまだし、本当モスラーは取ってつけたように出てくるし、ガイガンはなんかスタイリッシュにしすぎやし、 えー、ラドンもなんかひょろひょろの体やし、なんか出し合ってもんじゃなくて、キングシーサーだと沖縄の守り神なのに敵怪獣って意味がわからないしね。はい。それぞれね、一作一作にみんな思い出があるんですよ、思い入れが。それをこんな雑な扱いで、えー、出してほしくなかったですね。まあ、ね、主演を松岡さんがやってるんですけども、 そのアクションもどうかなケインコスギとやってるんですけどもね。ドンフライが日本刀を持って大立ち回りしたりとかさ。うん。ちょっといただけませんな、えー。まあ無駄な部分が多い変な映画ですね。それにつけて尺が長い。百二十何分でしょこんなん、あの、トットカフモタロと同時上映なんかできませんよ。 はい。もう、これこそ打ち止めで新ゴジアが出てくるまで7年もかかってるんですからね。7年言わんか、もっとかかってんのか。うん。あのー、まずゴジアにカンフーさせちゃいけないし、ゴジアにサッカーさせちゃいけないし、なんだろうなあのー、ほんまいい加減にせえっていう感じの大怪獣映画です。はい。 まあ、好きな方もいらっしゃると思うんで、あんまり深くはね、追求しませんが、あのー、まあ、北村はね、かずきさんの X ジ人役は好きですけどね。なかなか、あのー、どうに行ってて。はい。だけど、こちらにカンフーさせちゃダメでしょう。まあ、苦言じゃないですけど、僕はゴジラマイナスワンよりもひどいと思います。はい。ということで、着王子でした。 チャンネル登録よろしくね。